林大学等、十歳肖像広本、渡辺火山筆田原主博物館像、林十歳肖像、金星名家肖像より、林十歳天保十二年七月十四日は、江戸時代後期の受学者、林家八代で、林家中高の祖。父は、美の国岩村藩主、松平常運、祖父は、教法の改革を推進した、老中、松平則里と。 意味側はじめ上皇あと皇項。字は、熊蔵、宿、徳仙郷は十歳、証券証印など。晩年は大内記と称す。渋い太志室らに支持する。完成5年、林二式法の死去で途絶えた林家を継ぎ、幕府の文書行政の中枢としては苦政に関与する。文化年間における朝鮮通信誌の応接を、津島国で行う。 平霊の改革にも関わった。芝野立山、小賀聖理微等二州らとともに、儒学の教学の刷新にも力を尽くし、昌平科学問書の幕府直轄化を推進した。十歳の学問は、朱子学を基礎としつつも、新潮の交渉学に関心を示し、関西重修諸家府、徳川美希長野九文藁、新編武蔵風土機構など、 幕府の編纂事業を主導した。和漢の司祭に優れ、歌集、遺縁万銀などがある。中国で散逸した漢石を集めた逸存総書は、中国国内でも評価が高い。別荘に鈴周園、玉桃の春苑を持つ。岩村藩時代に百姓身持餅の覚書を発見し、幕府の慶安おふれ書として出版した。大正四年14位を追贈された。 著名な門弟に佐藤一斉、松崎孝道がおり、伊部香山、河西院勢、青葉半山らも門人として知られる。死後は嫡男の林、宇が林家を継いだ。三男は鳥居洋蔵、六尾は林副斎。娘には設楽帝城の妻、堀利方の妻があり、外村に岩瀬忠成、堀利広氏らがいる。ありがとうございます。